阪神に敗れた18日の試合後、中日の立浪和義監督、55が責任を取って、今年限りで辞めさせていただきます。けじめをつけますと辞任の意向を明らかにした。この日の敗戦でクライマックスシリーズ進出の可能性が完全に消滅。6位に転落し、3年連続再開が現実になりつつある今。 結果がすべての世界ですからと現状を受け入れざるを得なかったのは確かだろう。とはいえ、です、ホスト・ナミの最有力だった球団 OB で侍ジャパンの井端弘和監督、49、が2026年の WBC まで日本代表を率いることが内定したことで、球団内にはナミ監督の続投を推薦が出ていた直後のことですからね。 成績が振るわない中でも本拠地バンテリンドームの観客動員は好調で地元名古屋財界の支持もあった球団としても満を辞して中日のプリンスを監督に据えただけにこのまま終わらせるのは忍びないという思いがあったのは確かですがその球団への不信感が今回の辞任表明というかケツをまくる事態につながったという側面もあると思う名古屋の球界関係者 立浪監督は現役時代。